歌と踊りが入ってるぞ、洗い残しがないようにキュッキュッって こんにちは、津田健次郎です。7月からスタートする火曜ドラマ西園寺さんは家事をしないに出演させていただくことになりました。とってもなんか面白い役をやらせていただけるということなので非常に嬉しかったです。その原作自体も、笑えるしキュンとくるし泣ける部分があったりとか本当に様々な要素が入っていてとっても面白い原作なのでこれがドラマになるんだなと思って、その中でもちょっとこう変わった役と言いますかねそういうのをやらせていただけるので本当に嬉しかったですね、はい、歌と踊りっていうんですかね、はい、歌と踊りが入ってるぞこれ最初も原作読ませていただいて歌って踊ってるなと思ってその楽しい歌と踊りみたいなのが多分今後、やることになると思うのですごくこう楽しいものにできるといいなと思って頑張ろうと思ってます。メインの方がずらっと並ぶ顔合わせがあったんですけどとてもなんていうんですかね雰囲気が良くてすでになんかあすごく楽しそうだなと思ってとにかく現場に出て、キャストの皆さんスタッフの皆さんとコミュニケーションしながら作っていけるといいなと思ってもうとにかく現場が楽しみですね、はい、全然できないですはい卵ぐらいは焼けます。卵を焼いたり野菜炒めたりぐらいはできます。はい、包丁さばきをですねちょっとこう今後重点的にですね練習していこうかなと思ってたりはします。はい、家事本当にポンコツなんですよねとにかく段取り組むのがとっても苦手で料理とかねああいうのって段取りじゃないですか。そういうのがすごい苦手なので得意ではないですけどまあまあいけてるんじゃないかなっていうのは食器を洗う洗い残しがないようにキュッキュッて触ってます。あーダメだ食器洗うぐらいしか出てきてないことがもうちょっと本当は恥ずかしいんですけどこのドラマはですねとっても現代的なテーマが入っていると思います。女性の働くことだったりとか自立だったりとか家族のことだったりとかもしくは疑似家族の話だったりとか、いろんなキャラクターがですね、とにかく、いろんな要素を持っているので現代的な要素がすごく面白くなっているのではないかと思っています。あとはですねすごく魅力的なキャラクターがずらっと並んでいてでそのキャラクターたちが繰り広げるコメディーそして、泣ける部分だったりとか恋模様だったりとか、とっても楽しくて明るくて、元気になれる作品になると思いますのでぜひご覧ください。どうぞよろしくお願いします。ときめく時を TBS。